雑貨まみんなを笑顔にする雑貨屋大阪ウィシーの森田でございます。今日はですね、ちょっとこちらをね、ご紹介したいと思いますけれども、ちょっとこのロゴを見てください。こういう感じで、このねロゴとかね、この文字ね、懐かしいなっていうね、思われる方もいらっしゃるかと思います。まあ文具好きの方でしたらね、結構ご存知かと思いますけれども、あのコーリンっていうね、メーカーさんなんですけれども、そのね、こちらの鉛筆を今日はねちょっと紹介するんですが、ちょっとその前にですね、まあコーリンさんについてちょっとね説明したいと思います。はい、コーリン鉛筆、あのウィキペディアよりねちょっと抜粋しております。1916年創業で、日本の鉛筆メーカーですね、三菱さん、トンボさん、そしてコーリン鉛筆さんと、もう結構ね大きなメーカーさんでした。で、コーリンさんの特徴はですね、アートワーク系に強いメーカーさんです。まあアートワーク系何かというと、まあもう読んで字のごとくなんですけど、まあアートに関するね、まあ例えば色鉛筆とか、そういった、ところにですね強みがありました。ただですね、ちょっと残念ながら1997年ね、まあいろいろちょっと要因がありまして、まあちょっとまあ国内では倒産ということになってしまいました。で、ただですね、あの海外法人にね、コーリン鉛筆、タイランドっていうのがございまして、それはですね、まあ、あのずっとね、まあ、今現在もね、あの創業さ、あ、あの運営されております。はい、で2009年ですね、株式会社コーリン色鉛筆がですね、墨田区の方でね、あの法人としてね、設立されておりまして、またね、再びですね、日本市場へ、参入されているメーカーさんとなります。で工場がね、もうまあ、タイでね、タイに工場があります。はい、まあ、ざっくりですけどね、まあ、このような、説明となっております。で、はい、これがですね、今回ご紹介するのはこのレインボーセブンっていうね、新しい製品なんですけど、パッケージね、後ろほら、ね、もうこの辺なんかもうタイ語ですよね、これきっとね。あのよくはちょっと、まあ、僕もわかんないですけど、まあおそらくタイ語だと思います。はい。で、まあ、どういう意味なのかもさっぱりわかんないですけどね。はい。で、実際にですね、ちょっとどんな色合いかっていうのをね、今ちょっと、あの、これまだ開けてないんですよ。これ届いたばっかりでして、よいしょ。こんな感じですね。あ、もうね、ここ、もう7色になってますね。もう、セブンカラーね。はい。こういうね、なんかすごい楽しげなね、色鉛筆ですね。なんか、こういうね、7色の色鉛筆で描くと、なんかすごいね、楽しく描けそうですね。では、今からですね、ちょっと実際にですね、いつも通りなんですけど、ちょっと描いてみたいと思いますんで、ちょっと場所の方をね、移動いたします。はい、ではですね、描いてみたいと思います。ちなみにね、こういう感じになってます。せっかくなんでね、ちょっとコーリンのね、ロゴマーク、ちょっと描いてみたいと思います。では、行きます。なんかね、モアイ像っぽいね、ロゴマークなんですよね、このマーク。これは一体どういう、誰をモデルにしてるのかっていうのね、もしご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただければ嬉しいです。これは、なかなかね、ロゴマーク、こんな感じのね、ロゴマーク、なかなか思いつかないですよ、これ。すごいユニークですよね。で、こうで、こうと。で、コーリー
はい、できました。はい、こんな感じですね。いやー、なんかね、書き心地はね、本当に、よくある色鉛筆とそんなにね、大差はないんですけれども、やっぱり7色、このね、セブンカラー、楽しいですね。いろんな色が、こう、なんていうんですか、自分が思っているような、例えばね、ここを赤色にしたいとか、そういったことを、まあ、思ってたにしても、なかなかね、その思い通りにも色が出ませんし、まあ、逆を言えば、こうね、予想外の色が、こういうふうにね、出てくれるっていうのは楽しいですね。ちょっとね、ぐるぐるっとこう、ね。あー、なんかこうね、ここを、こう、回して、こう、ね、描くと、また色がね、こう、どんどん変わっていって、もう、なんかこれだけでもなんかちょっとアートっぽく思いません？自分だけかな？ こんな勝手に思ってるの。まあね。はい。いやいや、すごいね。これ、色鉛筆、楽しいですね。この色鉛筆、すごく。ああ、これは本当にね、まあ、ね、小さいお子さんとかは、まあもちろんですけど、大人の方もね、結構楽しめるんじゃないかなと思います。ただ今思ったのが、鉛筆、まあ色鉛筆、まあ全般そうですけど、特にこれめっちゃ減り早いっすね。もうなんかな、ね、先端がなくなっちゃった。ね、まあ、でも、すごい、ちょっとね、楽しい色鉛筆です。ちょっとね、削ってみたいと思います。はい、ちょっとね、削りますね。あ、すごい削りやすいですね。なんか軽いです。ああ、いや、もういろんな色が出てめっちゃ楽しい、これ。ちょっとね、もうせっかくなんで、以前ね、ご紹介したこの花色鉛筆ね、これと比べたいと思いますけど、あ、花色鉛筆はね、タッチはクレヨンっぽいですね。花色、こっちはね。で、こっちは本当にね、より鉛筆っていう感じはします。書き味はね。いや、楽しい。そうですね。いや、もう個人的にもこれはちょっと一本買おうかな。これはすごい楽しいです。はい。ね、削って楽しいのはね、まあこのね、花色鉛筆、まあこれ削るとですね、ね、よいしょ。まあもうざっくりとしか削りませんけどね、今回この光琳鉛筆の紹介なんで、まあこういうふうにね、花形になるっていう、こう削って楽しいのはね、この花色鉛筆ですが、まあいろんな色が出てね、楽しく描けるのは、僕個人としてはこちらの方が楽しいなっていうのは感じました。はい、今回はですね、はい、こちら、光琳のね、レインボーセブンご紹介させていただきました。もうめっちゃね、ストレス発散になりますよ、これ。さっきみたいにぐる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 って書いてね、もうストレス溜まったらね、やっていただいたら、まあ色も綺麗ですし、ね、もう本当にね、もうあんなんするだけでね、ちょっとはね、ストレスね、解消になりますんで、よかったらね、ぜひ試してみてください。はい、今回はね、以上となります。いつもね、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございます。